はい、今回は、中村すみれ初段が、見事、公式戦初勝利を挙げた、一局を紹介したいと思います。はい、黒番が、田中千恵子四段、白番が中村、すみれ初段ですね。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。 はい、中村さんもね、やっとというか、まあ2戦目でね、初日が出まして、まあ良かったですよね。はい、なかなか勝てないとどんどんプレッシャーになってきますからね。はい そうですね、まあ、最近流行ってる手ですよね、この手も。はい、まあ、変化が少ないので、まあ分かりやすい手でもあるんですよね。そうですね、白もコスミつけましたね。はい、小ゲイマですね。まあ、こちらに打つような手も大きいと思います。まあ、実戦はこのように打ってこうやりましたね。はい、まあ、ここで次どう打つかね、難しいところですよね。まあ候補としてはね、こういう手や、まあつける手もあるんですよね。ただ相当研究とかしてないと怖い手ではありますので。まあここに詰めるなんかもね、あると思いますし、こういうとこ桂馬にするのもありかなと思います。まあ、ただこれだとここがやっぱりいいところですかね。まあこのぐらい打ってれば穏やかに見えますかね、一番。まあ実戦はツケまで打たれましたね。まあこの手は難しい手です。まあ黒下跳ねれば普通ですね。で、まあ一応切るんでしょうかね。切って様子見て、まあ主張がいいので、まあこのような形になるんでしょうかね。まあ実戦もね、こんな感じに、違いますけど、まあ実戦は違うんですけど、まあこういう こういう分かれもあるのかなと思いますね。ここでどう打つか難しい。まあこれはちょっと出切られて、ちょっとね、もたなそうなんですよね、白が。なので、まあつけるとか、そういう感じでさばいていくことができるかとか。なんですけど、まあ実戦は引きましたね。まあ一応息を残しましたね。まあこうやって、まあこのような感じで生きるかとか。まあこのような感じでへこんで生きるようなことも考えられるんですかね。で、つけて、まあ伸びたんですけどね、これはちょっと出切りがまだあるので、まあここは抑えたい、ところだと思いますけどね。まあ繋いだら、こうやって、ここちょうど息が大きいのでね、黒も継ぎにくい。まあこうやったら切りが入って、まあこの息を見ながら、で、まあ他に展開すると、こうとか、まあ打ち込んでもう跳ね継ぎ やってもまあまあ大きいです。まあこういうのが付け押さえる感じだと思うんですけどね、ここは。これは出切りが残っちゃってね、ちょっと、どうなのかなとは思いました。そうですね。僕もこの前ね、この手ちょっと打ったんですけど、あんまり感触は、これ打っちゃうとですね、後でここをこういう手も全部効かなくちゃいけないような
感じになるんですよね。そうなった時にこの手がちょっと硬すぎる点になってしまいまして、まあこうなってればね、こういう手に対してもまあ耐えられるので、まあ2の手を打たせないためにもこう1と頑張るとか、まあここで このような感じでね、様子見て、黒もこれはこれが待ってますので、ちょっと大きく打ったりするのかもしれません。まあ1はちょっと2等とか打たれると難しくなるんで、まあいいかわかんないんですけど、ただまあちょっと硬く打ちましたね、今回は。まあこれちょっと出切りの補強ですね。でまあ押してったんですよね。この手はちょっと僕は打てない手ですね。まあこれ1本でここの桂馬とか、まあ生きる手も大きいのかなと思います。まあ、今度はですね、こう受けるってくれるとは限りませんね。この碁ではこうやってきて 打たれる可能性もありますかね。なのでまあこうやって生きる方がまあ確実かもしれません。まあただ今生きるとこの桂馬が大きいので、まあ、僕でしたらここに打ちますね。まあここは別にね、これでまあいいので、別にむしろ打ってくれる方がこう固まっちゃうの、固まって地、あの地になりやすいのでね。いやこの押しはねちょっと打てない手です、僕はね。こう地を与えて まあ切りも打って、まあこれはどちらか難しいですね。こっちもあると思います。別に大して自損してないんで、まあここは出てこうなる方が何かとこの傷を見た方がいいと思うんですけどね。まあつなぎ塗ってつけましたね。まあこれもちょっと変な感じには見えます。まあ普通当てこちらを地にするんなら当てて次とかこれでもいいと思うんですけどね。まあなんつんでしょうかね。まあ当てと次を、まあ損の交換と見たんですね、黒は。まあカケツギなんですけど、まあカケツギとまあコスミは変わって、まあこの交換自体はいいと思うんですけどね。まあ次利かしたらちょっとどうかなと思いましたね。まあここで保留して、まあなんか帽子とか打つ感じだと思います。まあこれで、まあ、せっかくこうやったんでね、もう真ん中で勝負するしかなくなっちゃいましたけどね、黒はね。まあに、まあ、こうやってこういうような感じでしょうか。で真ん中どれぐらい地にして勝ちなのか。これもここがあってね、地にならなそうですし、まあ仮にこういうような感じで、果たしてこれで勝てるかっていう問題なんですよね。まあそうですね。まあこの計算はまずしないといけない。まあここはまだね、はっきりしないんで何とも言えないんですが、仮に、これなかなか
味よく取れないんですかね。切ってもまだちょっとあるんですかね、嫌味が。仮にこういうことだと、これがここが薄いんでね、ちょっとまずいでしょうね。だからこういう心配もあるんですけど、でもこうやって真ん中で勝負するしかなかったと思いますね。実戦は下がりに石が来ちゃって、さらに地損しちゃったんですよね。こっちから行くのはちょっと石がね、ちょっと逆な意味があるんでね。これも僕ならこっち渡りますけどね。まあ黒もここまで行く必要なかったと思いますけどね。碁の感触的に。まあここも述べる必要もなくて、まあこんなぐらいでも ここを地に刺した方が分かりやすいと思いますけどね。実戦はこうなって、これちょっと難しくなってきたと思うんですけど ここでね、こう打たれたんですね。これはまあ絶対とりあえず伸びる一手でして、こうなんで伸びなかったのかちょっと分かんないですね。まあとりあえずは伸びるとこですと、これ仮に取られてもね、伸びてから考える。ところで、まあ、こういう進この図が結構厳しかったみたいですね。ここ付け越し、今度ここ打たれると もうダメ詰まりで取られちゃうので なんかこんなもんなんですかね で、付けがね、どうも厳しいみたいで ちょっとやってみましょうか、こうやって。まあこれはちょっとね、読めなかったのも仕方ないんですけど、例えばね、7から9までのあたりは読めなかったのは仕方ない、ことは言えるんですが、まあ仮にそうですね、ここでまあこんな感じ、これで攻め合いがどうか、1、2、3、4、5、6って、まあ、これ相当伸びますね、手がね、21と飛べばね。ちょっと白もまずいかな、これはね、やっぱり。こうやると、もうこっからすぐこういう感じで、1、2、3、4、5、6手対3手ですからね。これも勝ちそうです。こっちから来るのは、これも伸びますもんね。こっち守るしかない。こうやる。こうやる、こうやると。こんな感じで。これもちょっと攻め合いが負けですよね、見た目がね。だからまあ9の7からね、9の手が見えていれば まあ黒いけてたと思うんですけど、まあ何はともあれここは伸びる一手でしたね、とりあえずね。抜くことができて、一気に白が優勢になりました。この手もちょっと見損じでしょうね、おそらく。これコスミツケで、せっかくコスんで切りに行ったのに切れてない手になってしまいましたんで、
まあこうやっていれば、これは全然ここ大丈夫かな格好なので、まあ大体死ぬでしょうし、まあこっちのが勝負早かったのかなと思います。まあただこれでもね、形勢は良さそうな感じです。まあね、このようにこう勝負に行ってね、決めに行きましたね。まあ黒はまあこうやってね、まだ寄せ勝負みたいなできなかったでしょうかね。ここつながせてもらったんでね、まあだいぶ損したんですけどね、これでも。でもちょっとこの辺りもちょっと嫌なんで、これすっきり取れたりすればまだちょっと打ってたかもしれないです。まあこれはね、ちょっとまあコウ材がないですもんね。いいコウ材がない。まあまだこう3-3とか打ってこの白を取りに行くようなことの方が、まあ白は気持ち悪いですね。こっちの方が気持ち悪いですね。これならもしかしたらまだ黒もチャンスがあったのかもしれませんかね。これはこうやってしっかり、仕留めまして、まあもうちょっと打ったんですけど、まあ投了となりましたね。まあ最後ね、ちゃんと力を出して決めに行ったのは、まあ良かったのかなと思います。ただまあもう少し黒も3-3なんかでもうちょっと勝負形にすることはできたかもしれませんね。まあとりあえず、まあ、黒のね、失着もあってちょっとね、いいこと言えるかどうかちょっと分かんないというか、ちょっといいことは言えなかったかもしれませんが、まあとりあえず勝てたのは本当良かったと思います。これで、ファンの方も安心というか、ちょっとね、ほっとしたような感じですからね。まあ、次はね、8月5日みたいですね、確か。5日だったか、確かそのあたりで、お相手はキム四段の方ですね。そうですね。まあチャンスあると思いますんでね、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。じゃあこの後は、この辺りで終わりにしたいと思います。失礼します。